広沢康藤明治24年2月5日は、江戸時代後期から明治期の母子、牧場主である、通称富次郎。広沢昭介の次男。文久二年、会津藩主、松平片森は、京都市五職に任ぜられ、康藤は先んじて上京し、京都の情勢を探った。片森上京後は、紅葉方に任ぜられ、苦行、諸藩士、新選組などと交流を持った。 とば、伏見の戦いの後、江戸、そして、合図に戻った、片森らの立場を新政府に嘆願するため、江戸に残ったが新政府軍に投獄された。明治二年に釈放されているが、これは、信仰のあった英国外交官、アーネスト佐藤の信玄があったと言われている。その後、合図藩は、母親戦争に敗れ、都南に原稿違法された後に、廃藩置県により、都南県となっていたが、 都南県省三次となった安藤は、困窮にあえぐ事件の救済策として、広崎県への九州合併を拡作し、八戸県第三次、大田裕樹と両名で、広崎、黒井、都南、七子、八戸の五県合併を政府に権限した結果、合併による新たな広崎県の成立に至っている。また貧困に苦しんでいた旧合図藩士のため、明治五年に、八頭に、 洋式牧場、海馬記者を解説し地域の発展に尽くした。当初は地元の反対、資金難に苦しんだが、内国官僚博覧会で馬、牛が流門賞を受賞している。なお、明治9年の明治天皇青森行校の折には、随行していた内務卿大久保利道が牧場を訪れ中央政府の養殖を準備して、主管を進めたと言われており、その後も、 幾度か政界への勧誘があったと言われているが、野にあって国家に尽くすとして孤児し、畜産、落農に生涯を捧げた。養子氏に、老いの弁にを迎えた。弁には、駒場農学校を卒業した、衆議院議員である。大正四年、十五位を追蔵された。近代日本の先駆者、広沢安藤、愛田大蔵、都南藩こぼれ草84ページ田尻左辺。 増衣所権伝増保番上特使増衣年表 P32 ありがとうございます。